このラインがキャノラインです。ヴィンテージ世代の元男子、絵描きのキャノライン、ここです。リュウ君も頑張って生きてるよ。今日のテーマはズバリ、ヒゲヒロ。被害者意識強めの人の特徴と、そんな人がずっとそのままだったらどうなるか、ヒゲヒロの末路です。今日は悲劇のヒロイン、ヒゲヒロ、被害者意識強めの話題をしようと思うんですけれども、ちょっとねこの話題、私自身もね思い当たるところがちょっとあって、感情的になると思うんですけれども、私も昔本当に悲劇のヒロインになりかけたことがありました。やっぱり自分の生い立ちもいろいろありまして、ちょっとひん曲がって嫉妬深かったところもあるので、今の私があの時の私にちょっと声かけをするっていうテーマで、ちょっと厳しい言葉もあると思うんですけれども、お許しください。この動画を最後まで見ていただけると、もしあなたの中に被害者意識があったとしたら、それを手放すきっかけになるんじゃないのかなと思うので、心を込めてお話ししていきたいと思います。ココアートチャンネルでは心の美容動画ということで、いろいろな動画をお伝えしています。心理術とか、メンタルとか、要注意人物とか、心のケア方法とか、いろいろな動画をお伝えしていきたいと思っているので、絶対見逃してほしくないので、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。人間、自分が変わろうと思ったらいつでも変わることができます。でも自分が気づかなければ一生変わらないと言っても、誰の心にもあります。私の心にも、あなたの心にもあるのがヒゲヒロ心理。あなたの心の中にはいくつヒゲヒロがいますでしょうか。それではまず、ヒゲヒロ、被害者意識が強い方の特徴からいきたいと思います。人間生きてれば、いろいろなコミュニティがあると思います。家族、会社、習い事、サークル、ママ友、いろいろあると思うんですけれども、そんな中でいろいろな会話があると思います。その中でやたら過去の話ばっかり持ち出してくる人、いらっしゃらないでしょうか。人間っていうのは過去に生きてるわけではありません。未来に生きてるわけでもないんです。なのに会話のほとんどが過去の話っていう方、いらっしゃいませんでしょうか。そういう人には少し被害者意識があるんです。詳しくはまたおいおいお話ししていきたいと思います。ヒゲヒロの特徴、その2、根に持ちやすいタイプなんです。ヒゲヒロの人って粘着質な人が結構多いんです。だから最初の過去の話が多いっていうことにもつながるんですけれども、いろいろなことを根に持ちやすい人っていうのは、少なからずヒゲヒロの特徴に当てはまります。これはちょっと今までもいろいろな動画でお伝えしたんですけれども、人に依存しやすい人、あなたの近くにいないでしょうか。人に依存しやすい人は被害者意識が結構強めな人が多いです。それから次のヒゲヒロの特徴、被害者意識強めな人間の特徴なんですけれども、意外にもうすいません、もうプライドの話したらいつもこうなると思われてると思うんですけども、生卵です。ヒゲヒロの特徴、プライドいらんよ。箸にも棒にもかからんプライドは早捨てて、いうようなプライドばっかり持ってる方です。そして次のヒゲヒロの特徴なんですけれども、これいろんな動画で言ってるんですけれども、話の半分以上不平不満と悪口っていう人いないでしょうか。自分に対しての不平不満、誰かに対しての不平不満、政府に対しての不平不満、あれに対して、これに対して、仕事に対して、全部に対して、社会に対して、いつでも不平不満で生きてるような人がいるんですよ。こういう人はヒゲヒロの特徴にすごく当てはまります。これね、そういう人の SNS、 ブログを読んでもらったらすごくわかると思います。その文章を読んだら、不平不満ばっかり書いてる人っていないでしょうか。そういう人には私からヒゲヒロクイーンの勲章を与え絶対的に追って。それからもう一つのヒゲヒロの特徴なんですけれども、周囲を敵と味方の二極化にしてしまうところがあるんですよ。そういう人っていうのは好きか嫌いしかないんですね。中間あんまりないんですよ。なので昨日まで好きだった人が嫌いになったら急な敵みたいな。この動画のアンチというか、ファンチというか、ちょっと歪んだ人の中にもいるんですけれども、先月まではココアートチャンネルが大好きで見てたのに、何かのきっかけで私が嫌いになって、急に殺害予告が来るみたいな感じがあるんですけれども、どうしてそんなに極端なんですかって言いたい感じの、はい、ナイス、おい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 、よいよいよい、あのよいよいよいですもん。それからもう一つのヒゲヒロの特徴なんですけれども、めちゃくちゃ視野が狭くて、自分のことしか見えてないです。視野このくらいです。視野このくらい、視野このくらいですよ。それから次のヒゲヒロの特徴なんですけれども、なんかたくさん傷ついて、自分は本当に傷ついて繊細ですってどっかで勘違いしてるかもしれないんですけれども、実は逆なんですよ。他人の心の痛みが本当はわからない人なんです。ヒゲヒロっていうのはなんかまるで悲劇のヒロインで、自分に今まで何か悲劇があって、本当になんかもう悲劇のヒロインなのかなって思うじゃないですか。でも本当は自分に悲劇なんて微塵も起こってないんです。悲劇じゃないんです。もしそれが悲劇だったら全部自分で引き寄せてるんですよ。自分から悲劇に首を突っ込んでいきながら、私はかわいそうなんです。こんなにかわいそう。もう私が一番世界一かわいそう。誰か私に同情して、同情するなら金をくれ、ここ噛んでみたいな人なんです。
それからヒゲヒロのこれ一番の特徴って言ってもいいのかなと思うんですけれども、何かトラブルとか何か揉め事があった時に何でも他人のせいにして自分の改善にはならないんですよ。そしてそのループなんですよ。ずっとそれなんですよ。自分に何か悪いところがあってそれを改善しようっていう気持ちはさらさらないんです。はっきし言って、だから何でも人のせいなんですよ。そういう人のそばにあなたがいると、あなたが全てを背負わなくてはいけないです。何か悪いことがあったら全部責任はあなたのせいにされるんですよ。自分は全く悪くなくて、自分が不幸なのはあなたのせいっていう感じで、自分に悪いことが起こったことも全部誰かのせいにするような、そんな卑怯者なんです。それからヒゲヒロ、悲劇のヒロインタイプ、被害者意識が強めの人の特徴なんですけれども、嫉妬の感情が誰より強いっていうことないでしょうか。人は人、自分は自分なんですよ。私も昔そうでした。嫉妬の感情がありました。やっぱり自分がこう生まれてしまったことで、やっぱり元からの女性に嫉妬したりとか、男性と結婚して出産して子育てしてる人を見ると嫉妬してたんですけれども、子供を産んだら産んだで大変なこともありますし、どうして私があの人と比べないといけないでしょうか。今の自分から見たら本当に情けなかったなって、なんであんな自分だったんだろうと思うんですけれども、そしてもう一つは、そこまで嫉妬してるのに自分は何を頑張ってるのって言いたいんです。過去の私に言いたいんです。被害者意識が強めな人で嫉妬心の強い人っていうのは、自分ではほぼ何にも頑張らないで、なのに嫉妬心ばっかりが強いんですよ。そして人の真似ばっかりして負の連鎖が続くんです。それを断ち切れるのは自分だけなんですね。なので私も過去に嫉妬深い時に、このまま行ったら私の幸せはないなって思ったんです。どっかで気づいたんです。その時気づいた自分に本当に拍手してあげたいくらい、その時の自分に感謝してあげたいくらい、やっぱり人間気づきと発見がなかったら変われないなと思ったのはそこなんですけれども、私このまま嫉妬をし続けてたら、ずっと誰かのことを羨んで妬んで、このまま行ったら誰かの真似をしたりとか、どんどん嫌な自分になるんだなとか、そんな自分にはなりたくないと思ったから、この今の私になれたんですね。今も完全じゃないですよ。決して完璧なんて思ってないですけれども、少なくても嫉妬の感情もないですし、被害者意識を捨てることができて、手放すことができて本当に良かったなと思うんですよ。だからここまでちょっと感情的になるところがあるんですけれども、そしてちょっと原因にもなるんですけれども、ヒゲヒロの人って根本原因は自信のなさだとも思うんですね。だからこのココアートチャンネルでは、自信を持ってくださいと、この自信系の動画いろいろ出してるんですけれども、自信という字は自分を信じるってありますよね。ヒゲヒロっていうのはここにも影響してくるんですよ。自分との約束は守ってますか？自分のことをないがしろにしてないですか？もっと自分に丁寧に向き合ってみてください。自分に自信を持ちたいって思いながらも、その自分とちゃんと向き合えてなかったら、自信なんて得られるはずないじゃないですか。他人だったら約束破る人信じられないでしょ。自分を信じなかったら、自分との約束を守って、先ほど言った意思とかをしっかり持って自分のマインドをチェンジしていってください。少しでいいです。いきなりは無理でも、ちょっとずつでも自分を信じるスキルを持っていってください。そのためなら、いろいろこれからも動画作っていきますので、よろしくお願いいたします。と、こういう風にね、いろいろ言ったんですけれども、中にはね、障害とかいろいろなことがあって仕方なくヒゲヒロになったっていう見方もされると思うんですけれども、私の周りには障害はあるけれども、自分に被害者意識強めだなって自分で認識をして、自分で何とかしようと思って被害者意識を打ち消してる人もいるんですよ。被害者意識と障害を一緒にしないでいただきたいんです。障害があってもなくても被害者意識のある人はいるんですよ。障害とかそういうことに関係なく、ヒゲヒロはヒゲヒロなんです。ヒゲヒロだけは障害とか関係なしに自分で何とかしようと思ったら何とかなるのに、何ともなってないっていうことは、なんとかしようとする自分がそこにいないだけなんです。だから次の特徴なんですけれども、すぐに人に頼ります。自分で何かを解決しようという能力がどこかで欠落してるんでしょうか。人生ってね、悪いこともいっぱいあります。悪いことばかりを見たら全部が悪くなります。でもいいところを見ると、良かったものがいっぱい見えてきます。自分からヒゲヒロに突っ込んでいっといて、何でも人のせいにして、何でもネガティブに捉えて、何でも人に頼って、自分では何にも努力をしないような、こんな人がヒゲヒロには多いと思うんですね。そしてこんな感情的になってる私が言うのもなんなんですけれども、ヒゲヒロの特徴に、何でも感情的になって自分を正当化して他人を悪者にするのが本当に得意なんです。私こんなにかわいそうなんです。この人に責められてるんです。本当はいじめも何にもないところにいじめを作ってしまうくらいのエネルギーがあるんですよ。そのエネルギー他に向けなさいって言いたい。ココアートチャンネルと、ここまで特徴的なことをお話ししてきたんですけれども、この動画の先ほどの特徴を聞いていただいて、あ、ちょっとだけ当てはまるかも、もしかしたら私、もしそうあなたが思ってたとしたら、あなたは大丈夫です。本当のヒゲヒロっていうのは、ここまでの私の動画を見ても私は違うっていうふうに思ってるので大丈夫です。あなたの心にもし先ほどの特徴がちょっと当てはまると思ったら、ちょっと対処法というか改善法をお伝えしていきたいと思います。改善法もお伝えしたいんですけれども、悲劇のヒロイン、被害者意識が強めの人っていうのは、いろいろな生い立ちがあってそうなったっていう人もいるんですよ。中にはアダルトチルドレンの人がいたりとか、いろいろなことがあると思うんですけれども、でも大人になったら自分で何とかしようと思ったらできるんですよ。なのに大人になっても、特に40過ぎてもずっとヒゲヒロ、被害者意識強め、悲劇のヒロインの中にどっぷり浸かってるっていう人は、自分で直すつもりがなかったらずっとこのままです。後半でずっとヒゲヒロのままだったらこうなりますよって、悲劇のヒロインの末路もちょっとお話ししたいんですけれども、その前にちょっと対処法をね
ねお伝えしていきたいと思うんですけれども、まず1個目の対処法なんですけれども、手放す勇気を持ってください。勇気って言ってもちょっと意味がわからないですよね。手放す意識を持ってください。そしてその意識を意志に変えてください。手放すんだって。でもこの手放すためには、自分ってヒゲヒロかもしれないっていう風に思ってください。もし自分の中に悲劇のヒロインかもしれない、私被害妄想強めかもしれない、私被害者意識が強いかもしれないって思ったら、それを何とかしたいってまず思ってください。そして手放す意識を持ってください。被害者意識を手放していこうって、このままでは絶対に自分は幸せになれないから、被害者意識を手放そう、この意識を持つことが最初の始まりです。ここからもうあなたは変わり始めますので、まず意識を持って、その意識を意思に変えてみてください。そして意識を持ったとしたって、やっぱり被害者意識っていうのを長年持ち続けてたから、そう簡単には手放せません、消せませんっていうあなたに言いたいんですけれども、一日でいいです。一日ずつでもいいので、今日一日は文句を言わないでおこうと、今日一日だけは不平不満を言わないでおこうと、今日一日だけは何かあっても誰かのせいにしないで自分に誓いを立てるんです。奇跡を起こせるのは誓いを立てた人だけって私思ってるんですよ。なので自分は変われるって、まず自分を信じてください。そして今までの被害者意識を持ってた自分をまず許すんです。いろんなことがあって私はこういう自分になった、被害者意識を持ってるけれども、ココさんのこの動画でダメだなって思ったから私は手放すって、だから今日一日は誰のせいにもしない、今日一日だけは被害者意識を捨てる、今日一日だけは不平不満を言わない、一日できたら次2日、2日できたら1週間、そうやってだんだん理想の自分に近づいていくことができるので、まずは一日からやってみてください。それから次の改善方法なんですけれども、まあ特徴と一緒に言いたいんですけれども、ヒゲヒロの人、悲劇のヒロイン系の人っていうのは感謝の気持ちがとにかく足りないんです。当たり前のことに感謝をしてください。あなたは不平不満を言ってるかもしれないけれども、あなたが今そうやってご飯を食べてるのは何のおかげなんですか？そうやってあなたが今こうやって動画が見えてるのはどうしてなんですか？目が見えることは当たり前じゃないです。食べ物が食べれることも当たり前じゃない。青空があることも空気が吸えることも当たり前じゃないんです。当たり前にもっと感謝をすべきなんです。当たり前への感謝が足りないからあなたは悲劇のヒロインで居続けるんです。もっと感謝を持ちなさいって言いたい。そして次の悲劇の方の対処法なんですけれども、捉え方を変えてみましょう。いろいろな言葉の捉え方っていうのがあるんですよ。人から何かを言われた言葉、物事が起こった時に捉え方ってあるんですよ。私もね、この悲劇に関しては自分も昔はありました。すごく強かったです。人に嫉妬したり醜い自分がいました。私がこんなに強くカメラに向かって言ってるのは、過去の自分にも言いたいからここまで強く言ってるんです。物事の捉え方を変えてみてください。捉え方を変える意識を持ってください。それから被害者意識強め、悲劇のヒロインタイプの人に言いたいんですけれども、あなたの中に何かトラウマがあって、それによってあなたが悲劇のヒロインになってるんだったら、怒りとか憎しみとかを一旦ちょっと受け入れて抱きしめてください。ちゃんと向き合ってみるんです。よく頑張ったねって、私はよくやったよって、ここまでって、こんなによく頑張った私がなんでここまで悲劇のヒロインを抱えないといけないのって、過去のあのことになんでここまで執着しないといけないのって、そろそろ手放してもいいんじゃないって、自分のためにって、相手のために許すんじゃなくって、自分のために許してみようとか、これまでの私の動画で許す方法とか、好きになる方法とか、幸せになる方法とか、ストレスを手放す方法とか、いろいろな動画をお伝えしてきたのはそこなんです。過去の私もそうでした。憎しみばかりを抱えてても未来の自分が苦しむだけですよ。そろそろ憎しみとか自分と向き合う時期が来たんじゃないでしょうか。自分と向き合うことは怖いかもしれない。でも向き合わなかったら、あなたがあなたをわからないまま一生が終わることになるんです。そろそろ認めるべきところは自分のことを認めて、改善するところは改善して、自分を抱きしめ、自分と向き合う時間を持ってみてください。あと何か SNS をしてる方だったら SNS でもいいんですけれども、そういうのしてないよっていう方は一冊感情ノートを用意していただいて、人のことを書くんじゃなくて自分の感情を一旦整理をして書いてみてください。書くことでどうなるかというと、自分のその感情を客観的に見ることができるんです。書かなければこれは見えないんです。客観的になろうと思っても想像ではなかなかなれないので、自分の感情を全部思ってることを書くんです。そこには不平不満書いていいです。一旦嫌なこと、いいこと、何もかも全部書くんですよ。自分がどういう人間なのか、今どういう感情なのかを全部ノートに書くんです。そして書いたものを読んでみてください。そうすることで自分を俯瞰できるし、客観的に見ることができるんです。そうすることでそこに何か気づきと発見があるはずです。ということで、対処法とか改善法とか、ちょっと私のできるなりにいろいろお話ししたんですけれども、本当はまだまだあるんですけれども、動画の枠があるので、またこのテーマではこれからもね、動画でお話ししていきたいと思うんですけれども、ここまで対処法とかいろいろ私が熱苦しくお話ししたのに、このまま改善せずにあなたがヒゲヒロのままで居続けたら、悲劇のヒロインの感情をずっと持ち続けていたら、被害者意識が強めのままこのままの人生を進んでいったら、その人の人生がどんな末路になるのか、そこをちょっと最後にお話ししてこの動画を終わりたいと思います。人と人との間と書いて人間です。どんな形にせよ、誰かと人間関係を築いていかなければあなたは生きていけないんです。そんな中で、せっかくの新しい人間関係もあなたのそのヒゲヒロ心理でどんどん崩れていくんです。どこに行っても嫌われます。そうすることであなたが幸せになれるんだったら、どんどん悲劇のヒロインでいたらいいですよ。でも残念ながら、被害者意識が強めの方は幸せにはなれません。これは断言できます。なぜなら、あなた自身がどんどん自分から不幸に頭を突っ込んでいってるからです。あなたが自ら進んでヘドロになっていくんです。そうやってどんどん自分で不幸を引き寄せて、どんどん自分で不幸に酔いしれて、
そしてその不幸を餌に悲劇のヒロインになって、負の連鎖が一生ずっと繰り返されていくんです。とにかく悲劇のヒロインからはどんどん人が離れていきます。特にいい人とか心ある人とか優しい人とか丁寧な人がどん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 あなたから離れていきます。それが悲劇のヒロインの末路なんです。もしあなたの中に、いえいえそんなことないです、何人かは周りにいます、その人間大丈夫な人でしょうか、あなたの周りにいい人間関係は構築されません。悲劇のヒロインのままではあなたにいい人は近づかないんです。心ある人はどんどんあなたから離れていきます。そして最後の被害者意識が強めの人、ヒゲヒロ、悲劇のヒロイン系の人が最後どうなるかというと、孤独な老後が待ってますと言いたいです。先ほど人が離れるって言いました。離れ続けます。そして人間っていうのは流れがありますから、また誰かが近づいてくるでしょう。それでも離れていきます。まともな人間は悲劇のヒロインとは付き合いたくありません。考えてみてください。常に嫉妬して、常に不平不満を言って、常に悪口を言って、常に誰かの文句を言ってる人とあなたは付き合いたいですか？私は付き合いたくありません。ということはどうなるかというと、もう不幸まっしぐらです。不平不満を言って、誰かを羨んで、誰かを妬んで、誰かに嫉妬して、自分に自信がなくって、そういう負の連鎖がずっと続いてるのに、なおかつずっとそういう不満しかないようなヘドロの人生が待ってるんですよ。それを変えられるのは自分だけなんですね。ここまで私が本当に熱く語れるのは、昔も私本当にそうだったんですよ。自分がこうやって生まれたのは誰のせいでもないです。親を恨んだところで自分が生まれ直すこともできないし、何もできないんですよ。そしたら受け入れるしかないなって、その中で誰にも嫉妬しないでおこうって、私は私のオリジナルの幸せを見つけようって、あの人の幸せと私の幸せは違うはずって、ちゃんと他人と自分に境界線を引くことができたんですよ。だから誰の心にもやっぱりあるので、自分が悲劇のヒロインかもしれない、被害者意識強めかもしれないと思ったら、今日のこの動画、厳しいところもありました、ちょっと言い過ぎたところもあるんですけれども、なぜ私がそこまで言うかというと、被害者意識が強めな人、もっと言ったら被害妄想ばっかりで生きてても何も生まれません。はっきし言って、そこだけはって言いたいんです。なのであなたがより良い人生を歩んでいきたいと思ったら、少しずつでいいです。いきなり人は変わりません。この動画をきっかけに、被害者意識を少しずつでいいです、手放してください。1日2日と手放してください。思えば必ずできます。そして5年後10年後のあなたはもう全然違う自分になってるので、自分とちゃんと向き合って、客観的に自分を見て俯瞰して、少しずつ自分を変化させていってください。お願いいたします。ということで、ちょっと生意気で感情的で、ちょっと尻滅裂な動画になったと思うんですけれども、あの頃の私がちょっと見えてきて、そのまま行ったらあなた大変なことになるよって、今の私が過去の私になんか言うつもりの、なんかこういう動画になったんですけれども、この動画本当にめちゃくちゃな動画になったんですけれども、ちょっとでも良かったところがあったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご覧いただいてありがとうございました。どうぞ心お元気でいらしてください。それではまた次の動画でお目にかかります。